キャッシュゲームナンバーワン決定戦始まります。さあ、日本のポーカープロの中で一体誰が一番強いのかを決めるこの企画、本日で第5弾です。さあ、本日のメンバーはこちらです。プロポーカープレイヤーの木原直也です。よろしくお願いします。サンデーミリオンで2位、サンデーストーム優勝、ダブルクープで優勝2つ、ダブル SOP の2012年5000ドル6マックス PLO で優勝していますという経歴を持っています。現役兄弟生でポーカー YouTuber をやっているゆうたろうです。プロの方がたくさんおられるんですけども、僕が世界一のポーカープレイヤーなので、まあ全員ね、ボコボコにして倒したいと思います。皆さんこんにちは、ホライモンこと中村監督です。まあ、僕結構やらせてもらってて、まあ、マサキングさんとかリョーナ、まあ、木原さんもそうですけど、まあ、一緒にやったので、まあ、今回は、まあ、いつもねちょっとプロライド言ってますけど、ちょっとエクスプロイトを今回はテーマにしていこうかなと。ポーカープレイヤーのリョーナと申します。2019年のオールジャパンポーカーチャンピオンシップ AJPC2019 で優勝しました。今回は、ポーカーの世界チャンピオンが2人来てるということで、まあ、なかなか熱い戦いになると思うんですけど、まあ、そこの2人を私がボッコボコにして私が世界一っていうことを証明したいと思います。 WSOP 世界チャンピオン木原さん、そして新チャンピオンの龍太郎くんがやってきてくれました。しかしいくら世界チャンピオンが来ても勝つのは私です。それでは対決をどうぞ。はい、どうも皆さんこんにちは、マサキングです。さあ、本日のメンバーを紹介していきたいと思います。では右端から、いつもお世話になってますリョーナと申します。今日も、自分らしいプレーで頑張ろうと思います。よろしくお願いします。はい、ではリュウタロウくん。はい、ポーカー YouTuber のリュウタロウです。今までやったポーカーの中で一番緊張する、ポーカーなんですけど、頑張って今日はやっていこうと思います。よろしくお願いします。では、プロポーカープレイヤーの木原直也です。自分らしいプレーをできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、いつもありがとうございます。ポライモンこと中村多門です。今日もしっかりポラライズしたプレーをしていけたらと思ってます。よろしくお願いします。自分から広めようとしてないいやもうね、いっぱいコメント来てるからもうこれでいいやもんはい、ではね、ルールの方はですね、 300BB 持ちのキャッシュゲーム方式で、まあ一応お金はかかってないんですけど、キャッシュゲーム方式で行います。それとあと、プレイヤー全員がヘッドホンをしていて、アクションする前になぜそのアクションをするのかというのを説明してからプレイします。それによってプロがどういうことを考えてキャッシュゲームをプレイしているかが分かる動画となっております。それではレッツゴー。このボードはそうですね、あまりにも何もないで、バックダストレートだけですね。一発目なんで、ちょっとこう、まあ、フロップからポラライズっていうものをしていきましょうか。ですね、まあ、ディープスタックなんで、フロップから、まあ、こうポットオーバーのサイドを使って、まあ、ポラライズしたアクションっていうのができるんですけど、まあ、実際は、まあ、このボード、そのオリジナル、そのまあ僕側にまあそうだな、ちょっと長くいやー、よくないな、まあ、ちょっとでもまあなんかちょっと待ってください、おかしいな、調子悪い。いや、こんなんやんないから、ちょっと、いや、やんないことはしなくて、チェックしましょう。
この間が分かんなすぎる。何なんだろう。でもちょっとさすがにハンドと絡み合ってなさすぎるのでチェックします。セカラさんです。はい、ですね、フロップ、まあ、相手がチェックして、このクイーンがトップペア、トップカードが被るっていうのは、まあ、こちら側にはいいですね。こちら側に、まあ、エースハイとかハイカード、ショーダウンバリューのあるハンドをチェックもするので、ここで、ベットしていきたいな。まあ、ベット額がただその、まあ、小さくですね、まあ S まあ、その弱いハイカードをに降りてもらうような感じで。なのでベット9点。はい、フロップで多分だいぶいろんなことを喋ってたと思うんですけど、それめっちゃ気になるな、ここに。でもとりあえずハンドが弱いのでホールドです。いや、よくないよくないなんか変なこと考えすぎた。金額に関しては、インポジションなので3倍ぐらいな感じですね。どうしようかな。3倍ぴったりでいいけど、気持ちだけ多く19点とします。レイズ19点です。はい、BP でこういうハンドなんですけど、まあ、一応ハイジャックがオープンして、まあ、カットオフが3ベットしてますね。で、まあ、一番良くないのはやっぱりコールで入ることだと思います。スリーベットするかダブルホールドするかなのかなと思います。一応スリーベット額が19なので、まあ、大体やっぱこれぐらいの深さだったら3倍は最低でも使えると思うので、今回はスリーベットしようと思います。はい、75。木原さんからスリーベットが来て、ヨナさんからフォーベットが来たんですけど、まあ木原さんのスリーベットには、まあ、コールはしたくない、なんかライト4に回したいなとか思ってたんですけど、さすがにヨナさんからフォーベットが入ると、まあ、ヨナさんがアグレッションが高いのは分かってるんですけど、ただまあハイジャック5人なんで、今回は僕がハイジャックで木原さんカットオフのスリーベットに対してBB からのフォーベットは、まあ、まあライト4がないとは言えないですけど、さすがにこれはちょっと降りたいと思います。19の3ベットに75のフォーベットが返ってきて、いやさすがにダメですね。まあ降りますか。はい、まあもうちょっと小さかったらコール全然あったんですが、まあ降ります。もしかしてまたマサキングさんしばらく参加できない。いやいいですよ、盛り上がってくれて。ね。7点です。21点です。はい、まあ3ベット来ました。21点、3倍ですね、綺麗に。で、このハンドはめちゃくちゃ強いんで、まあコール、まあ、ただ UTG に対しての3ベットなんで、あとタモンさんがあの
ヘッドホンを離さずにこう取らずにスパッとスリーベットしてきたんで、まあ、本当に言うまでもなくスリーベットだろっていうハンドなんだと思います。だからまあ結構強いんじゃない、だからライトスリーベットじゃないような気もしますね。はい、でんーまあでもフォーベットかな、普通に考えて20点、まあ3倍弱ぐらい落ちたと思います。50、じゃあプラス上に50で50、待ってよ、ちょっと待って、57点です。はい、そうですね、ハイジャックオープンから3ベッド返したんですが、4ベッド、自分のこのハンドはまあ強いんですけど、まあ、ポジションがあるんで、まあ、コールして、まあ、ポジションありますし、スタックも深いんで、コールして戦っていってもいいのかなとは思うんですけど、まあ、ただ、その3ベットして、その、まあ、これ、スーテッドだったら絶対戦うんですけど、まあ、オフスートなんですよね。で、じゃあ、ハイジャックのその4ベットレンジ、どういったものがあるかっていうと、まあ、そうですね、エース、キング、まあ、エースキングオフ、エースクイーンスートプラスとか、まあ、あとはブラフォーベット、エースファイブスーテッドだったり、ポケットペア、まあ、ジャックスプラスとか、そういったところですかね。そういったところに対して、そうですね。ファイブベット返すようなハンドではないので、ポジションあるんで、まあ、コールして戦っていきますか、まあ、ちょっとサイズも少し小さめですし。あ、どうですか、コール。コール。返そう。はい、フォーベットして、S22 ってめちゃくちゃドライなボールですね。で、ここはチェックをしたいと思います。まあ、こっちのレンジもちろんエースキング、エースクイーンとか結構本命ですけども、まあ、このボードはエースを引いててもチェックをしたいので、まあ、チェックしたいですね。で、まあ、タモさんのハンドは普通にすごく強そうですね。まあ、本当に何もスッとスリーベットしてきたのと、まあ、UTG からの4ベットに対してもコールできているので、まあ、もちろん A シーズンも全然コールで止めている可能性ありますし、まあ、キングス、クイーンズ、ジャックス、テンポ系、9ボケ、まあ、エースキング、エースクイーン、まあ、負けてるところも結構多いのかなと思います。勝ってるところはテンテンジェ、ジャックス、99とかですかね。まあ、もしかしたら キングクイーンとかはないかな。キングクイーンスーテッドとかちょっとその辺はあんまないかもしれないです。負けてるところ結構多いのかなと思いますけど、まあ、ここはまあエースを持っててもさすがにこのぐらいのこのフラッシュ面もないこんなエース22みたいなところは、まあ、チェックしたいので今回もチェックしたいと思います。チェック。はい、ですね、まあ、このボードは、まあ、その、フォーベッター側に、まあ、A シーズ、エースキングが、まあ、多くあって、まあ、自分側にエースキングの割合っていうのが、まあ、ちょっとディープなんで、まあ、コールしてるのもありますけども、もちろん、その、フォーベッター側より少ないですし、まあ、A シーズも、その、全部をトラップすることはなくて、5ウェットしてるものがあるので、まあ、向こう側に有利ですね。なんですが、まあ、このハンド自体は、十分な強さがあるのと、まあ、レイズが返ってきてもコールする、まあこうそのまあ、仮にそのチェックにもちろんその強い ACZ や S キングっていうのも含まれているとは思うんですけども、その、まあ、バリューターゲットも十分にあると考えて、まあ、例えばエースの、まあ、弱いキッカーとかは一部チェックに回したりとかすると思うんですよね。なので、まあ、そういったところに向けて、バリューを取っていこうと思います。ただ、まあ、ベッド額っていうのは ものすごく小さくていいです。まあ、キングスだったりとかクイーンズだったりみたいなところも、チェックに回してるところがあると思うので、そういったところも含めてバリュー取りに行くようなベッドサイズを使おうと。なので、そうですね、20-25% ぐらいのところ、27点。はい、打たれましたね。
結構打たれたら負けてそうですね。なんか、まあ、結構エースキング、エースクイーン、エースジャックスーテッド、エーステンスーテッド、まあ、エーシーズ、キングスクイーンズ、ジャックステン、ポケナインズとか、まあよ、まあ、一番弱くて、まあ、8ポケ、うん、キングジャックスーテッド、クイーンジャックスーテッド、テンジャックスーテッドとか、そのぐらいですかね。で、まあ、商談が、商談バリーが、例えばジャックスとか、まあ、打つのかな、こういうところ。まあ、ただ、まあ、エース、まあ、ここはでも、まあ、1回は取れ、まあ、2回は降りないかな。1回、2回ぐらい。トリプルバレルぐらいで、まあ、降りるかもしれないですけど、まあ、勝ってるところはまだ多いので、ホールしたいと思います。これなんです。チェック。はい、ターンで5が落ちました。まあ、5はその向こうの、まあ、S5 スーテッドに、まあ、まあ、このハンドルは、まあ、S5 スーテッドがあったとしたら、まあ、S5 スーテッドには逆転されていて、で、まあ、依然 S キングや H シーズには負けている。で、まあ、その、それ以外の、まあ、S4 スートだったり、S ジャックスーと、まあ、S ジャックスーとでもコールもあるんで、まあ、その4ベット してる残りの S には勝ってるんですが、逆にその、キングス、クイーンズとかに対しては、もう、圧倒的に勝ってる状態になってるので、まあ、ターン打って、まあ、リバーも大きく打っていけるかっていうと、まあ、ちょっと、その、自分がスーペアできないと、厳しいのかな。なので、まあ、ターンかリバーチェックを入れるのかな。まあ、どうなんだろうな。まあ、ターンかリバーチェックはすると思うんで、まあ、ここで、まあ、一度、チェック、進めますか。そうすると、まあ、そうすることで、まあ、相手側のペアとかが、まあ、リバーでもう少しブラフキャッチしやすくなる。まあ、フリーカードを与えることにはなると思うんですけども、フリーカードを与えても怖いハンドっていうのがかなり少ないと思ってるので、勝ってるんであれば。なので、ここはまあチェックします。チェック。リバーです。ラストカード。チェック。まあ、このチェックはかなり勝ってるでしょう。まあ、本当に、A シーズとか、あとはその夏のフラッシュを一部チェックしたりしてる。してない限りは。なので、打ちます。S に向けて。バリベット打ちます。ただ自分が、ダイヤを持っていないので、そのガップはそうするんでしょうね。100点です。まあ負けれそうですね、普通に。普通にエース、エースジャック、エースクイーン、エースキング、例えば、まあ、エースクイーンとか、エースキングも一部フロップ。中部っていうか普通にターンチェックしてそうですね。別にエースがターンチェックすることは全く不思議じゃなさそうですね。このボードだとドロー、フラッシュドローも一切ないボードですから。でまあブラフしてるところがちょっとあんまり思いつかないかな。まあジャックスとかってブラフに変えない気がするんですよね。ジャックスとかテンポ系とかそんなにブラフに変えないような気がするんで、まあもしかしてキングスで、まあキングスでも結構ワンチャン打てるぐらい、うん、いるかな。フォーベットはやっぱタモさんがコールしてたのすごく強そうで、うん、ブラフしてきてるところがあんまない気がします。お、うん、りますあれですね。最後ちょっとエースがダイヤだったんでダイヤ3枚打ってるけど、まあ、相手の、フラッシュも少ないっていうことで、まあ、より打ちやすかったっていう。エースあったんですね。エース、はい、それが聞けて安心しましたいや、ポラライズね、できなかったな。それが聞けて安心しましたよ。エース、うわー、まさき、ゴリラってならないってことだけは安心した。なるほど、なるほど。まあ、ブラフないよな、そこな。まあまあまあ、一部。一部。ちょっとはあるかもしれない。そうですね。それがポラライズも。さすがにないとね、バリューが。ポラライズのなんもあれ、一番なんか、そういう、多分エースクイーンでしょ。それなんかすごいマージナル、むしろマージナルなハンドだから。はい。いや、そう。いや、だからしない、しない。絶対しないんですけど、なんとか、ちょっとどうしてもね、ポラライズを使いたくなっちゃう。全然ポラライズするハンドじゃないです。本日の会場は、ポーカーテーブル、チップ完備の武蔵リゾートをお借りしています。東新宿駅徒歩2分のところにあります。他にも2棟、四谷三丁目徒歩4分、また森下駅徒歩4分にもあります。
プロジェクタースクリーンやキッチンも完備の快適空間です。詳しくはホームページをご覧ください。それでは続きをどうぞ。ポジションはカットオフで、まあ、オープンする感じかなっていう感じですね。まあ、で、なんか普段結構 100BB の時とかだったらカットオフみたいなポジションのいいところは 2.5BB とかにしようかなと思うんですけど、まあ、300BB 持ちなので 3BB のオープンにいきます。レイズ6点です。レイズ、レイズ25点。まあ、4倍強の3ベッドですけど、まあ、これは結構 BB の3ベッドレンズには勝ってる可能性も十分あるので、ホールで進めていきたいと思います。コールヘッドアップ。はい、まあ、当たりはしてないんですけども、まあ、バックドアフラッシュのナットフラッシュドロー付きですね。まあ、ここはまあその CB を小さく打つか、まあ、チェックかってところなんですけども、まあ、アウトポジションで、まあ、相手がアグレッションかなり高いプレイヤーなので、ここはチェックコールを選択したいと思います。チェック、ね、ここのチェックなんですけど、結構なんか私的にはちょっと直感の部分も大きいんですけど、結構ライトにスリーベットしてきたレンズとかなのかなと思います。結構やっぱり自分が、まあ、例えばエースハイとかでキッカー向けしてる場合、まあ、エースキングですね、いわゆるとか、まあ、エースクイーンスーテッドとか、まあ、やっぱ一般的にはベッドが推奨されそうだと思うので、まあ、打ってくるのかなと。でマサキングさんがまあエースキングだったとして、まあ、こういったボードっていうのはこっちがポケットを主張していくだとか、やっぱり3ベッドにコールしてるので、まだ全然10とか10弱とかですね、クイーン10とかまだレンズ残せてると思うので、しっかりめに打ってもいいのかなと思います。セット25点です。コール3です。チェック。で、ここでフロップで特に、まあ、コメントもなくスナップでコールっていう感じだったと思うんですけど、まあ、エースキングとかはもちろんそういうアクションを取ると思いますし、まあ、どうでしょうね、フラッシュドローとかもあり得るのかなと。で、まあ、逆に9っていう数値で、ストレートを引かれているのは、まあ、クイーンジャックとかもさすがに CB 打つ方が多いのかなと思うので、まあ負けてはいるかもしれないけど、結構打って下ろせそうなボードだなと思います。でこっちが主張したいクイーン10とか10ジャックっていうのにかなりありがたいカードなので、ターンも引き続き打てるのかなというふうに思います。でやっぱりまあフラッシュドローを嫌がってるような額を打つと、結構現状のチョイスを主張できると思うので、まあ、一応こちら現状2オーバーバットっていう感じですね。まあ、ベットをしたいと思います。ベットです。110点です。はい、2回打たれましたね。で、バックドアの方のストレートドローが伸びて、オープンエンドストレートドローと2オーバーになりました。でバックドアのフラッシュドローはつかなかったんですけども、まあ、ここはまあコールして、ストレート引けたら、まあ、ストレート引けたらチェックレイズかな、うん、あとスペードですね。スペードが落ちても、スペード落ちたらまあドンクしたいかな。ドンク、スペード落ちたらドンクでフラッシュ主張でホットベッドぐらい打ちたいですね。あとはまあエースとジャック拾ったらまあチェックします。で、はい、60です。はい、これリバです。はい、ちょっとあまりにもちょっと関係ないカードが落ちすぎてしまって、ちょっとこれはブラックするにも非常に厳しい手ですね。で、まあ、ただレースじゃんはワンチャン勝ってるまであると思うんですよね、まだ実は。うん。なんで一応商談バリューはあると思うんですよ。まあ、ただ普通にまあ10ヒットとかヒットしてる可能性も高いと思います。まあ、ちょっとブラフするにはあまり良いカード落ちなかったので、まあ、ここはチェックホールをします。リバーはチェックと、まあ、ターンの 60% ぐらいのゼットに対してもまあホールっていう人なんですけど、これ結構やっぱ今まで一緒にやってきた中で、私がかなりブラフレンズに
かブラフの頻度が多いこととかも加味されたコールである可能性は結構あると思います。でやっぱりここでまあかなりハンドはもう現状絶対負けてると思うんですけど、まあ、勝ってるとすればエースジャックぐらいですかね。なんですけど、まあ、やっぱエースキングだったら下ろせそう長くとかっていうのもあると思うので、そういうところを考えて、まあ、やっぱり、まあ、テンジャック、クイーンテンがギリギリ打てるような金額で最後貫いてもいいのかなっていうふうに思うので、まあ、最後もめちゃめちゃ安くベットしたいと思います。なのでベットが221なので60くらいですかね。まあ損失もホールされたとして損失もそんなに大きすぎないと思うし、それくらいでいいのかなと思います。やっとオープンできるハンドが来て、まあ、普通に、レイズしていきます。エース6点です。コール、レッツアップ。チェック。はい、このボードはあんまり、まあ、嬉しくないボードですが、まあ、まあ、こちらの方が、まあ、レンジが強いボードではあるので、広くベットしていきたいと思います。広くベットの方も小さめで、まあ、どうかな。ベット5点です。ボタンのオープンだったんで BB で、これは、まあ、全然ディフェンスできるハンドなんですけども、で、まあ、こういった時にその、まあ、どういうことを考えるか、まあ、自分がエースハイですね。エースハイでそのボタンの CB に対して、まあ、コール、まあ、かなりそのできるシチュエーションというのは多いんですよね。まあ、なんですけど、まあ、この、まあ、コールしてもいいときと まあ、しない方がいいときとあって、まあ、今回はそうですね、しない方がいいときで、まあ、実際に どうしてかというと、まあ、相手の反応に対してこう勝ってるところってどういったところがあるか、まあ、もちろんその CB はもう広く全部打てるんですが、自分が、まあ、バックがストレートしかないですし、その多くの例えばですよ、まあ、ジャックハイだろうが、まあ、どんな、まあ、カードに対しても相手はいいエクイティがあってポジションがあって、自分はそのプレーを継続しづらいですよね。バックダストレート本当にジャック10って落ちるバックダストレートしかなくて、まあ、そういった本当にあまりに何もない状況、もっともう少しバックダ、例えばエース X のハートハートだったりとか、まあ、なんかそういった他の展開があるように、例えばあとエース4とか下のストレートだったりとかも、なんかまあ下の2つバックドアがあるとか、まあ、そういったような、ハンドだったときは、まあ、コール考えていいんですけども、全部の S ハイコールするのはコールしすぎなんで、まあ、今回は降ります。自分順番に来たらこれなんだよこれなんだよって言おうと思ってました。コールしていいときと悪いときって言ってました。まあ、一応当たってるんで CB 打ちましょう。5点、ベット5点です。はい、とね、まあ、やっぱりこういったボード、まあ、一応絡みそうなのは5だけなんですけど、まあ、一応現状で勝ってたとしてもやっぱりターンリバーのアクションでかなりコールが難しいと思うので、まあ、どちらかというと降りる寄りで考えたいと思います。今回は降りたいと思います。レイズ。レイズです。5点。はい、ボタンから、オープンが来たんですけど、まあ、このハンドは、まあそうですね、
ベッドに入れていいんじゃないかなと思います。まあ、ボタンのレンジ多分結構広くて、まあ、音楽も安い。音楽が安いとコールによるんですけど、まあでも、まあ、これはさすがに強いので、3ベッドしていいんじゃないかなと思います。で、3ベッド枠なんですけど、オープン枠が 2.5 倍と安いのと、あとアウポジでディープスタックなので、普通は 100BB だと4倍ぐらい使うんですけど、まあ、5倍でいいかな。ルイス。ルイス。今日みんななんか降りるね。あれもしかして恐れてる？ね、恐れてる炎上を。炎上です。ゆる子が叩かれると思って。恐れてる？ダメよそんなの恐れた。いやいや。でも普段からなんかいつも言われまくるからなんか全然貧しゃくな。